一です。今回の動画は僕の持っている全てのニューバランスを皆さんにご紹介させていただきたいというふうに思っております。ちょっとね、ニューバランスが僕大好きすぎてですね、高校生から履いている時のものもご紹介させていただくんですけど、そちらから今に至るまで合計で今8足持っております。他にもいろいろ買ったりとかしたものはあったんですが、手放したりとかして今手元に残っているものは8足のみになっております。アディダスとかナイキとか履いたことあったんですけど、やっぱりね、ずっと履き続けるものはニューバランスになってしまうんですよね。今回は皆さんにこの26歳社会人の自分がニューバランスの何を持っているのかっていうのをご紹介させていただけたらなというふうに思っております。今回の動画はまず、一つの型ごとにですね、デザイン、素材、履き心地で、履いた時にどのような風に見えるのかっていうのを皆さんにご紹介していけたらなというふうに思っております。まず、こちらですね、 990V5 V5 になります。こちらは僕が初めて買った990シリーズのモデルになりますね。僕が、ニューバランス990を買おうとした時に、リリースされたモデルだったんですね。この V5 がデザイン見ていただきたいんですけど、シャープな N ロゴにこのグレーの色味ですよ。ニューバランスの作るグレーってね、すごい大人と言いますか、高級感があるんですよ。で、V5 といったらですね、この、TPU ストラップですよね。これがね、賛否両論ありましたよね、皆さん。僕はこれ大好きでした。ヒールロックっていう巻き方をして、僕はニューバランスを履いているんですけども、その時にね、この TPU ストラップがあることによって、足首をがっちりホールドしてくれるんですよ。ヒールロックっていう巻き方をすると、足とね、ニューバランスが一体化するような履き心地を味わえるんですが、それをさらに高めてくれるような僕はパーツだと思っております。で、素材なんですが、まずこの N ロゴのところはリフレクターになっている。基本ニューバランスのね、この N ロゴのところって、リフレクト素材を使ってることが多いんですよね。夜道でも、わかりやすいように。で、それとこのメッシュですよ。ちょっとね、光沢があってね、安っぽい粗いメッシュじゃなくって、結構細かめな、簡単に破れたりとか穴が開いたりとかするような素材のメッシュではないです。それとなんといってもこのスエードですよね。もうこの触り心地をね、伝えられないのが僕はちょっと申し訳ない YouTube のダメなところだと思うんですけども、この触り心地といい、風合いといい、もうこれはスニーカーなのかと、もう革靴って言っていいんじゃないかというふうに思える一足なんですよね。でそれとこの V ですよ。ここね、990シリーズ、基本ね、こうかかとのところにニューバランスって書いてあるとか NB って書いてあったりするんですけども、この V5 はですね、V シリーズの V と A 数字の5が表されたこの V という、かかとにね、文字が入っているんですが、これもね、やっぱり今までの990シリーズと違ってかっこいいなというふうに思うわけなんですよね。で、ソールの素材がですね、アブゾーブが使われております。アブゾーブって言ったら、ね、ほとんどのニューバランスに使われている素材、もうね、ニューバランス社では神発明と言われるぐらいの履き心地を一気に向上させた素材になるんですが、それをね、この990シリーズで採用されておりまして、でなおかつ、円キャップもここに書いてあるんですけども、円キャップも使用されている。そういった素材でね、履き心地も、すごくこうね、足をね、優しく包んでくれる、しっかりホールドしてくれて、かつ、優しいんですよ。立っている時の立位も安定しますし、走る靴というよりは、歩く靴。はい、ずっと履いていたくなるような、そんな一足だと、僕は思っております。続きまして、早速こちら行きましょうか。こちらですね、990V6 になります。
いやー、V6 ね、もうこれ、以前動画でご紹介させていただいたんですが、それが初めての動画だったんですけど、まあ、いい反響だったんですよね。僕のニューバランス愛が皆さんに伝わってね、良かったなぁと思ったんですが、今ね、ニューバランスの一般販売も始まって、まあ、手に入れられない方、多かったと思います。すぐにね売り切れちゃってね、今もサイズかけてたりするんですが、今後ね皆さんの手にね徐々に渡っていくかと思います。また再入荷もあると思いますので、ニューバランスの公式サイトをチェックしてください。これが今の現行の、990の V シリーズになりますね。 V6 になります。待ちに待っていた方も多いんじゃないでしょうか。で、注目されましたよね。初めて990シリーズでフューエルセルという素材が採用されると。フューエルセルはですね、ランニングモデルとかに、採用されている断髪性がすごくてですね、もうこう走りをもうどんどん前に進めていってくれるような、そんな素材なんですよね。弾むような。ただ、ランニングモデル履いている時にフューエルセルはちょっとね、ぐにゃぐにゃしすぎて、反発性がすごすぎて、立っている時もこう常に反発されているような、こうぐにゃぐにゃっとした感じの履き心地だったんですが、それをね、今回の990の、V6 ではですね、ここに書いてありますね。フューエルセルというふうに書いてあるんですが、この素材を、このかかとに書いてあります。エンキャップという素材でね、ここですね、積んであるんですよね。見えますかね。はい。次にですね、まあ、デザインですよね。デザイン、このでかい N ロゴですよ。さっきの V5 と見比べてください。 N の大きさが全然違いますよね。まあ最近のニューバランス5740とかもそうなんですが、この大きい N ロゴをドンと入れて、でこのちょっとね、あの N がね、この下のスウェードと上のスウェードでちょっと隠れてるんですよ。こういったデザインが今のニューバランスの中ではトレンドなのかなというふうに思ったりもします。ソールのところもね、ちょっとね分厚く見えるようになっている V5 と比べるとですね、ダッド感がねちょっとね真下かのような V5 に比べるとね、そんな僕は印象を持っております。で、かかとのところ、さっき V5 紹介して V って書いてあったんですが、こちらはですね、やっぱりこの感じで NB、ニューバランスって書いてあったりするんですよね。これ USA って書いてあったりすることもあるんですが、今回の V6 は、そのような形となっております。残念なことが一つあるんですけども、TPU ストラップがね、V6 からなくなっちゃったんですよね。まあ、賛否両論あったモデルでしたので、TPU ストラップは。まあ不評だったこともあったのかな。僕はね、V7 ぐらいからね、また採用されたらいいなというふうに思っております。素材ですね、次に。先ほどね、もう先にフューエルセルとかソールのことを紹介しちゃったので、アッパーの素材とか紹介させていただくんですが、こちらね、N、やっぱりリフレクター使われてるんですよね。はい。で、メッシュは V5 とほぼ、網目はちょっと変わっておりますが、やっぱり高級感のあるメッシュで、そうそう破れそうにありません。それとやっぱりこのニューバランスタルを示す、この高級感を表すね、グレーとこのスウェードですよ、やっぱり。で、グレーも、V5 もそうですが、このメッシュのグレーと、ここのレザーのグレー、そしてここのレザーのグレーと、全部ね、違うんですよ。グレーの色味がね。で、ここもつるっとした素材を使ったグレーとか、まあいろんな素材を使ってこの奥深いねグレーを表しているんじゃないかなと思います。で、履き心地なんですが、V5 に比べると進化したというより、やっぱりねこうガラリとね履き心地が変わっている印象でございます。 V5 は優しく包んでくれて衝撃を抑えるっていう感じのに対して、こちらはフューエルセルという反発性の強い素材が使われておりますので、跳ねるような履き心地を V5 に比べると、断髪性が増したかのような履き心地に、してくれているかと思います。いや、この、ね、履き心地を常に追求するっていうニューバランスの理念がもう素敵ですよね。今後もね新しいモデル出たら買わせていただきますので、ニューバランスさんどんどんいろんなモデル出していってください。 V6 の紹介こちらで終わらせていただきます。ここからはね、アジア製のモデルになるんですが、まずこちら、
やーこれねもう美しいというか美しいというかこの色味が大好きなんです。こちらは RC2 ニューバランスの RC2 のオーラリーの、コラボモデルになります。お色味パープルという色味ですね。このねあのくすんだ色味のパープルがものすごくいいんですよ。いいですよね。でこの、ここですよ、リップストップ素材の、まあ、メッシュといいますか、まあ、それで覆われておりまして、これね全部ねここに書いてあるんですがゴアテックスなんですよね。まあ、ちょっとゴアテックス素材ということもありましてガシガシ履きたいなと思ったんですが、まあ、ちょっとねこのあのスニーカーはあんまり汚したくない部類のスニーカーに入ります。どっちかっていうと履き心地で選んだというよりは僕はもうこのデザインですね、デザインで選ばさせていただきました。アブゾーブっていう素材がこの白い部分がねエンキャップなんですけども、わざと見えるようになってるんですよ。ごめんなさい、ソールちょっと汚いんですが、このアブゾーブがね見えるようになっている素材とかね、こう横からね見えるんですが、それもねすごく素敵だなって思いますし、何よりねこのいや本当にアジア製なのかっていうくらいのこのデザイン性の良さですよね。ボリューミーかつこうなんかねこう機械的といいますかハイテク感があるんですよ。ただこのモデルデザインはいいんですけど履き心地に関してはですね、僕ねこのディズニーランドにね履いていたことの写真があったらまあ載せておくんですが、これをねディズニーランドに履いていたことがあるんですよ。いや正直足痛くなってきました。サイズはね間違いなく合ってるかと思います。 28.5cm 履いてるんですが、やっぱり痛くなってくるんですよね。いくらニューバランスというとやっぱりこうデザイン性に振ったからかこのモデルはニューバランスにしては履き心地の評価は僕はちょっと低いかなというふうに思っております。続きましてこちらもオーラリーとのコラボモデルになります。 RC2 オーラリーとの初代の RC2 コラボモデルですね。これもうね大好きな色味です。もうベージュというカラーになるんですが、先ほどのモデルと違ってですねここにねゴアテックスでいろいろ書いてあったりとかして、でまあここの素材もねリップストップ素材なんですけどちょっとね透けるような、素材を使われてちょっとザラザラしたような、ね、感じの素材となっております。もちろんこれもゴアテックス仕様になってるんですが、あまりね汚したくない靴ですので、まあ履いて楽しむというよりは見て楽しむっていう要素が大きいですかね。まあ、ニューバランスを選ぶ上で履き心地すごく大事にしている僕なんですが、これやっぱり履き心地あんまり、よろしくない、先ほど同じモデルですのでね。ですが、まあ、このデザインですよ。オーラリーというドメスティックを代表するブランドとのコラボのファーストモデルとだけあって、このワントーンのベージュがねものすごく美しいなというふうに思っております。続きましてまたアジア製のモデルとなります。 TDS の、574というモデルになります。あれ574なのにというかニューバランスなのに N ロゴないのって思う方いらっしゃるんじゃないでしょうか。そうなんです。この、TDS の574というのは東京デザインスタジオというニューバランスの、日本チームが手掛けたデザインのモデルになるんですが、もうねこれはちょっと大好きな一足になりますね。このグレーがファーストカラーなんですけども、このね中間色のグレー、ベージュも少し混ざってるかな、グレージュのようなグレーなんですが、高級感のあるグレーだなというふうに思うわけなんですよね。もうワントーン何色か使ってるグレーというか、この一色だけを使っているっていう感じですね。まあ、デザインはまずもう言わずもがな、この N ロゴがないっていうのと、 N ロゴないんですけどこれね全体的に見るとねニューバランスって分かっちゃうんですよね。まずここですよ、574によく使われているこのかかとの名前なんていうんでしたっけ、忘れたんですが、ここの部分はついてると。でなおかつここにね、これ別に外してもいいと思うんですが、僕はあえてつけてるんですけど574って書いてあるんですよね、ニューバランスってね。ちょっと主張したかったんですかね、これ574ですよって分からない人のためにつけたと思いますが、こんななくてもねニューバランス分かるよ、
僕はニューバランスさんに自信を持って伝えたいというふうに思っております。デザイン、まずこのシャークソール見てください、ね、ニューバランスなんですか本当にというぐらいのこのデザイン性のあるシャークソール。いやこれね、まあ身長漏れるとかいう方いらっしゃいますが、僕はねもう身長が184ありますので盛る必要はないんですけど、このシャークソールのデザインに惹かれたんですよね。ニューバランスなのか本当にということで購入したものだったんですが、いやこれものすごく好きですね。でここにね、本当にこれもニューバランスなのかと思うんですが、この革靴のソールとアッパーを縫い付けるような縫い目がねここにあったりするんですよ。これね本当にスニーカーなのかって思いますね。ほとんどがスウェードで覆われてますし、メッシュもあるんですけど、なんかスニーカーと革靴のハイブリッド、新しいなんかこう靴の名称をつけてもいいのかなというふうに思える一足になります。それと素材なんですが、スウェードです。ここ全部スウェード使われております。アジア製のモデルなんですけども、高級感がすごいですね。3万円くらい確かしますしね、アジア製なんですけど、ものすごくいいですこれは。でかかとリフレクト素材になっておりまして、ニューバランスと書かれております。いいですね、この N ロゴがないのに574ニューバランスだと分かるような、このかかとの素材であったりとか、このね、あのメッシュの素材使いとかがすごく好きな一足です。で履き心地なんですけども、まずソールがですね、このビブラム社と開発したものになっておりまして、ここにビブラムって書いてあるの見えますかねって書いてあるんですよ。ビブラム社と共同開発された、ソールで、正直履き心地僕どうなのかなって思ったんですけど、先ほど紹介したこちらの RC2 よりも断然こちらの方が、ね、履き心地がいいというよりは、ニューバランスが展開しているモデルで新しい履き心地だなと思ったんですよね。このビブラム社のソールを使っていることによってすごくね、まあ、しなりがないと言いますか、ちょっと固めなんですよ。なんですけどそれがね、こう足がこう歩くときに一緒にこうソールがついてくるような感じとか、ちょっとなんか革靴みたいな感触だなっていうふうに思いますし、かといって革靴ほど硬すぎない素材になっていて、これはね長時間履いていても僕は疲れないですし、痛くもならないですし、いいなと大好きな、履き心地の一足となっております。そして次もね574 TDS の574のモデルとなっております。ブラックですね。このブラックはね本当に先ほどのやつも良かったんですけど、このブラックの方がよりこう革靴なんじゃないかと。で先ほどと大きな違いが結構ありまして、こちらの574は初めて出したモデルだからですかね、ちょっとニューバランスさんも心配になっちゃったのかな。これ実は574ですよっていう風にここにタグみたいなのね、この紐の間に通して574ニューバランスっていう風に書いてあるんですが、こちらの、モデルからはそれが採用されなくなっております。もう自信を持ってね、これは574だ、ニューバランスなんだっていう認知度が広まってきたのと、ニューバランスさんの自信の表れでもあるんですかね。僕はもう潔がいいなと、もうそれくらい自信持ってくれていいんだよというふうに思いました。これがなくなった時に。デザインについてお話ししていきたいと思うんですが、いやまずね、先ほど違うのがスウェードのレザーだけじゃないんですよ。ここにね、つるっとした素材のスムースレザー、ここにも、違う、スウェードなんですが、こことね、ここでね違うレザーを使ってるんですよ。わかりますか。で、先ほどの574グレーの574はここがね、メッシュだったんですよね。メッシュだったんですが、こちらはレザーの素材となって、よりね高級感と大人な感じとかね、革靴感が増したような気がします。でここのかかとのところは、先ほどの574はリフレクト素材だったんですけども、こちらはレザーを使っていると。脂肪感のあるレザーですね。使ってたりとか、いろんな種類のレザーを使ってるんですよね。でもザ・黒というこの高級感のあるこのスウェードの黒といったらこの色ですよね。っていうのを、もう使っていると。ここにね。Z
全部黒にするんじゃなくてつなぎ目のところをベージュにしたり、こう白にしたりっていう感じでね、いやーもうこれもう完璧なデザインでしょう。何でも合います、この靴は。普通にどんな服装に合わせてやっぱ黒とか白のスニーカーと合うじゃないですか。で、なおかつこの綺麗めするこのレザーの素材の使い方とかによってすごくね、あのコーディネートを引き締めてくれるんですよね。高級感もありますしね。オールブラックコーデとかにも使ったりします。まあ、ここのステッチの使いとかもそうですし、履き心地とかも先ほどの、TDS の574と同じになりますので、そこは、今省かせていただきます。続きまして、こちらのニューバランスを紹介させていただきます。 M1400JWT というモデルになります。いやこれね、実は僕の職場、白のスニーカーという指定があるんですけど、一番ニューバランスを履く時間というか靴を履いてる時間っていつなって考えた時、仕事している時なんですよ。1日8時間ね、8時間以上履いているわけですからね。だったら履き心地を存分に味わいたい、ニューバランスをね常に感じたいということで、白のスニーカーを探して、こちら5年前に手に入れたモデルの 1400JWT というものになります。こちらね、有名なモデルですね、1400といったら、1400はね、僕ね、あのネイビーのものを、持ってたりもしたんですが、そちらね、結構傷んじゃって、で、まあ、履く機会も少なくなったので、フリマアプリでね、売っちゃったんですよね。ですが、こちらはもうまだね、現役で、もう5年経ちますが、現役で履いております。もうだいぶね、汚いというか、もうだいぶこの白のところも汚れてきちゃったんですが、ちょっとね、今日仕事場からこの撮影のために持って帰ってきたので、ケアしてあげたいなというふうに思っております。デザインですが、もうね、もう定番の感じですよね。996とか1300とかが、1400とかは、このね、N ロゴ、定番の N ロゴがあって、で、まあ、ここが普通はメッシュなんですけども、今回のモデルはオールスムースレザーとなっておりますので、こちらもレザーになっていると。でも、これこそ全部スウェードの部分もなくて、革靴なんじゃないかな。革靴の部類に入れてもいいんじゃないかって思うような一足になります。で、ニューバランスといえばの、ここのね、かかとの部分の、こいつもありまして、で、エンキャップですよね。確かこの1400使われているのは。まあ、ニューバランスで言ったらね、このエンキャップという素材が、やっぱ代表的な素材になるのかな、というふうに思っております。仕事中の僕の体を支えてくれる、大切な一足になっております。続きまして、履き心地に関してなんですけども、やっぱりね、確かラルフローレンがね、1300を雲の上を歩いてるようだって言ったように、1400はですね、その進化系、正当な進化系となります。確か1400って当時の技術では作れない、値段も高くなってしまうし作れないっていうことで、1300の次、確か1400じゃなくて1600か1500か1700か飛ばして出たんですよね。その後に確か日本のニューバランス、確か日本が関係したと思うんですけども、そこで1400が確か作られたんですよ。どういった関係かちょっと忘れたので、また分かればここら辺にね書いておきたいなというふうに思うんですが、まあね、やっぱりこう1400っていいですね、履き心地がね。ネイビー持ってて履き心地良かったので、この白を見つけた時は速攻で買いました。そういったモデルになります。そして、最後に紹介するのがですね、僕が高校生の時から履いている、僕がニューバランスを大好きになってね、愛してやまくなってしまって入門するきっかけとなったモデルでもあります。それがこちら、ニューバランス574、こちら ABC マート限定モデルとなっております。いや、この色味ね、この色味いいんですよね。黒とオレンジですよ。オレンジって色味がまず僕ね、エルメスとかも好きなので好きですし、今までのこのかかとの部分見てください。ベージュっぽい素材とかいっぱい使われてます。ここもベージュ、この TDS の574ですらベージュ、この1400もベージュという感じなんですが、唯一僕の持ってるこの574はですね、ここがねオレンジなんですよ。この発色のいいオレンジ、なおかつこの黒色、
まあ、中二心もくすぐられますし、なんかね、黒一端というよりもこのオレンジが差し入れ入ってるのがいいんですね。このソールもね、オレンジになってたりと。でね、これ29センチなんですよ。その当時29しかなくこの色が良かったので、高校の時で考えると、バンズとかやっぱりスタンスミスとか、やっぱり他のスニーカーに比べて高いなと思ったんですが、これ買ってね、もう僕の、スニーカーへの考え方は大きく変わりました。それくらいね、愛用してる一足で、今は、結構雑に、履く用。まあ、574自体がオフロードで走るランニングモデルとして作られたので、キャンプの時もそうですし、あと雨の日ですね。雨の日に履く用としてこちらは今はもう使っております。やっぱりね、雨の日ね、ニューバランス履きたいじゃないですか。ゴアテックスのモデルとか今持ってたりしますし、2002とかも、2002Rとかも、ゴアテックスのモデル出たりするんですけど、やっぱり高いので雨の日履きたくないなと思っちゃうと思うんですよね。だったらこの高校の時に履いてるやつを雨の日より使ってまだ活躍してあげようと思って、今もガシガシ履いている次第でございます。まあデザインから紹介していきましょうか。エピソードも語らせてもらったんですけど、デザインなんですが、まずこの N ロゴは、反射板ではありません。この N はいつも通りの N ですね。574の大きめの太めの N がありまして、縁を、このオレンジで覆われている。でこのかかとのところもオレンジですし、ソールの中までオレンジと。でここは、スウェード素材を、ニューバランスね、特有の使っておりまして、ここまでスウェードになっております。でこのメッシュですね、やっぱり、USSL モデルとかと比べるとちょっとねチープな感じのメッシュなんですが、もう正直これくらいでいいんですよ。メッシュの機能さえ備わっていればニューバランスはね履き心地が一番ですから、やっぱりこのメッシュがねあるかないかによって、まあ、通気性を良くしてくれてね、 足ってすごく汗かきますから、湿気を逃がしてくれたりっていうことも、その機能さえ果たしてくれれば僕はそれで十分だなというふうに思っております。まあ、デザインはやっぱり定番的な574に差し色のオレンジが足されているという感じですかね。履き心地ですよ。僕ね今持ってないんですが、200に RVA というモデルを持っていて履いていたんですけども、正直スニーカー増えすぎてくると、履かなくなっちゃうスニーカーってあるんですよ。多分置いといたらいつか履くと思うんですが、僕はね1年か2年ぐらい履かないなと思ったら結構フリマアプリ出したりしちゃうんですよ。で、まあ、そちらの足痩せのモデルも履いたりしたんですが、このね高校の時から履いてるこの574なんですけど、で足のサイズも29センチなんですが、マジで履き心地めちゃくちゃいいんですよね。アジア製の996よりもこの574の方が圧倒的に履き心地がいいです。確かアジア製の996はこのソールの素材が C キャップを使ってたかな、確か C キャップだと思うんですけど、この574は N キャップを使ってるんですよ。見えますかね、この N キャップを使ってて、この1400、USA 製の1400と同じソールの素材を使ってるんですよね。というのもあって履き心地いいのかなと。なんなら今履いてる、この1400よりも、職場で、ね、履いてる1400よりもこの574の履き心地いいです。何なんですかね、この形が違うだけなのか、ソールも多分ほぼ同じ素材で、なんなら多分こちらアジア製なので値段も安いですし劣化してるのかなと思ったんですけど、これねものすごく履き心地いいんですよ。もうね普通の日でも履きたいぐらい。なんならもう普通に履くように574をもう一足買い足そうかなと悩んでるぐらいに、この574は履き心地いいです。学生の方、見てる方少ないと思いますが、お金なくてでもなんかディズニーとかね旅行とか行く時に足が疲れない一足欲しいと思ったら、この574を買ってください。これおすすめです。もうねいろんなニューバランス入ってきた僕が言うんですから、ほぼ間違いないと思っていただいていいかと思います。続きまして、各モデルの、履いた時の足元を映していってどのように見えるかっていうのをね、皆さんにお届けしたいというふうに思います。それではどうぞ。
皆さん、今回の動画いかがでしたでしょうか。いや、僕のね、大好きなニューバランスをね、紹介させていただいたわけなんですが、このような場をお借りして僕の大好きなね、ニューバランスを紹介させていただいたこと、本当にありがとうございます。やっぱりニューバランスってね、こう大人のスニーカーだと思うわけなんですよ。見た目とかもね、もちろん大事だと思うんですが、やっぱり大人になるにつれて、こう中身であったりとか機能面とかね、歴史とか、そういったところにね、こう男のロマンというか、こう男心をくすぐられる部分があると僕は思うんですが、ニューバランスってやっぱりこの会社自体がね、究極の履き心地の一足を作るっていうのを理念にして、新しいモデルが常に出ているっていう、スニーカー会社ですので、やっぱり僕はニューバランス、履いちゃいますね。スニーカーってなるとやっぱりニューバランスばかりになってしまいます。皆さんの好きなモデルもし、あったりとかね、この動画いいなって思ったら、ぜひ、グッドボタンと、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。それとインスタグラムもやっておりますので、そちらのフォローもぜひよろしくお願いします。あ、一つ言い忘れたんですが、こちらの 990V6はですね、今ね、現行で販売されている一番新しい V シリーズでございまして、徐々にね、つい最近も一般販売でニューバランスの公式サイトで販売してたりしてたんですが、今また速乾というか売り切れちゃって手に入らない状況なんですけども、まあ、徐々にね、在庫も確保していって、生産数も追いついて皆さんの手に届いてくると思います。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。